マリサ、この前これ買っちゃったんだよね。それは、バズアーじゃないか、羨ましいんだぜ。男なら誰もが憧れるイギリスのブランドなんだぜ。今日は誕生から127年の歴史長きバブアーを解説していくよ。紳士のマストハブアイテムと言われるバブアーの解説が聞けるなんて嬉しいんだぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まずはバブアーの長い歴史と商品を交えながら話していこうか。バブアーはスコットランド出身のジョン・バブアーによって、1894年に設立されたよ。本当に127年前なんだぜ。シャネルが1910年、グッチが1921年創業だから、ビッグメゾンよりも歴史が長いブランドなんだぜ。ジョン・バブアーがイギリス北東部のサウスシールズに衣料品店を開いたことからその歴史が始まったよ。サウスシールズは北海に面している、漁港や港湾労働者で賑わう街だったんだ。ジョン・バブアーは彼らのために、オイル加工を施された防水ジャケットを販売したんだよ。それが長い歴史の始まりなんだね。ファッション性ってよりは機能性を謳った商品を製造していたわけか。その通りだ。オイルドジャケット、というんだけど、優れた防水性能が評価されて、イギリスの漁港で働く労働者たちに非常に人気だったんだ。オイルって油だよね。服に油を塗るってどういうことなの？コットン製の布地の上に、オイルを何層にも塗り重ねて染み込ませて、防風性や防水性を備えたジャケットを製作したんだよ。どんなオイルを使えば優れた製品になるかは企業秘密だそうだ。開発当時は悪臭を放つタラの肝油や蜂蜜を塗り込んだりして、試行錯誤を重ねていたようだよ。とんでもないものにチャレンジしているんだぜ。特殊な油を使った加工技術によって、漁港の人だけでなく、炭鉱で働く工夫や林業の関係者といった、幅広い層に手に取ってもらえたんだね。オイルドジャケットは重量がそこそこあるのと、油が表面に塗られているから触るとヌメヌメするよ。最近はオイルの配合が改良されて匂いの問題はほぼ解消されたようだけど、油のぬめり感はやはりあるようだ。だがそこがいい。一見大きなデメリットにも感じそうだけど、そこがいい。ってバブアー卿も多そうなんだぜ。切れば切るほどオイルも落ちていき、本来の色味が見えてくるんだ。この経年変化もファンからすると鼻血ものなんだよ。なるほどなんだぜ。オイルドジャケットの販売当初は英国内だけで販売していたの？創業当初は英国内のみの販売だったよ。バブアーは瞬く間に国から機能性を評価されて、第一次大戦と第二次大戦中には英国軍にバブアー製の防水服を供給していたよ。第二次大戦で活躍した英国海軍の潜水艦ウルスラの艦長であったジョージ・フィリップ隊が、その機能性に注目し、自費で船員たちに提供したというエピソードも残っているんだ。防水性ってそれだけすごい技術だったんだね。ワックスドコットンジャケットって今も売られているの？もちろんだよ。バブアーの中で最も歴史が長いこのジャケットは、世界中で人気を博している定番アイテムと言ってもいいよ。1900年代に入り、バブアーの店の経営は、2代目であるマルコム・バブアーに任されるようになるよ。国内の販売にだけ重きを置いていたジョン・バブアーとは打って変わって、世界をターゲットにカタログを発行したんだ。当時の英国は、植民地政策を展開していたよね。そうだ、英国植民地に向けてのカタログ販売を行い、イギリス本土に止まらず世界に販売網を構築していくよ。赤くなっている国が、イギリスが支配した地域だね。なかなかに広範囲だ。当時マルコム・バブアーによって発行されていたカタログはこんな感じだ。バイク用や軍事用など様々なジャンルのカタログを発行したよ。この頃にはオイルドジャケット以外もラインナップに追加されていたんだね。マルコム・バブアーは製品の販売のみならず、バブアーバイングサービスという、海外在住者の求めに応じて必要な物資を調達して送るサービスも扱っていたんだ。マルコム・バブアーの経営手腕は凄まじく、1920年代には知名度が右肩上がりに伸びていったんだ。先ほどのカタログにあったバイカージャケットだけど、英国をはじめとしたモーターサイクルの競技シーンで非常に目立つアイテムになったよ。目立つって具体的には？1920年から1980年の間、50年以上にわたってモーターサイクルの競技者たちは、バブアーのモーターサイクルジャケットを着用していたんだ。モーターサイクルジャケットは、マルコム・バブアーの息子であるダンカン・バブアーによって、バイクというスピードが出る乗り物を、どのような気候条件の中でも快適に運転できるウェアの開発を念頭に製品開発が行われたよ。中でも最高傑作とされているのは、インターナショナルというアイテムだ。インターナショナルは今現在も絶大な人気があるアイテムだよね。普段着にするにはなかなか上級者って感じのアイテムだけど、バイク乗りが着用していたらより格好よく見えるのは間違いなしだ。戦争での軍服の提供や、植民地へのカタログ発行、モーターサイクルといった競技シーンでの長年の愛用、様々な広告効果が世界中に浸透していったんだ。こうして世界のバブアーになっていくんだね。創業からの歴史の話はここまでだ。ここからはアイテムの話をしようか。ところでバブアーって全ての製品にオイル加工がされているの？バブアーの代名詞といえばやはりオイルドジャケットだけど、もちろんオイル加工がされていない商品も展開されているよ。作業服として有名で、コットンにオイルを染み込ませているそうだけど、例えばオイルが落ちきったら防水性とかって下がっちゃうんだよね。うむ、それはもちろん下がるよ。経年変化を楽しむ人も多いけど、防水性を重視している作業員なんかはバブアーの油を購入して自分で加工しているよ。オイルがコットンに染み込むには最低でも3ヶ月程度はかかるから、
切る時期の数ヶ月前には仕込んでおくべきだね。料理みたいなんだぜ。湯煎したオイルを素手でジャケットにまんべんなく塗りたくり、ベランダに干す作業が必要になるね。バブアーガチ勢はぜひやってみてほしいよ。当時のジュンバブアーの気持ちがわかるかもね。我が輩、チャレンジしてみるでござる。バブアーはオイルドジャケットやインターナショナル以外にも絶大な人気を誇るアイテムがあるよ。まずはビデールだ。フランスで流行していたショートジャケットにインスパイアされ、1980年に開発された一着だよ。乗馬用のワックスドジャケットとして作られていて、馬にまたがった時に邪魔にならないようサイドベンツを備えたり、風が入り込まないように袖口にリブを配したりといった工夫がされているんだ。ビーゼルみたいな名前なんだぜ。虫はやめてほしいんだぜ。次はビデール SL というアイテムを紹介するよ。定番モデルのビデールをスリムフィットにアレンジしたもので、英国紳士がビジネススタイルに合わせるのは圧倒的に SL が多いよ。バブアーってミリタリー系かと思っていたけどビジネスシーンにも合わせることができるんだね。無限のコーディネートの可能性がある。それがバブアーさ。次に紹介するのがデューフォートという、バブアーを代表するアウトドアジャケットだ。もともとはハンティングジャケットとして作られていて、獲物を入れるために設けられた背面の大きなジップポケットがその名残を伝えているよ。ゆったりとしたシルエットとヒップまで隠れる着丈は汎用性が高く、こちらもビジネスシーンで使えるアイテムだね。とりあえず全部買ってみるんだぜ。あ、肝心な値段の話をしていなかったね。型によって値段はそこまでばらつきはなく、基本的に6から8万円程度が定価となっているよ。さて、今日はバブアーの歴史とアイテムを解説してきたけどどうだったかな？バブアーというブランドは知っていたものの、歴史や製品の種類は全然わかってなかったから勉強になったんだぜ。バイク乗りじゃないけど、モーターサイクリストがこぞって着用していたインターナショナルを買ってみたいと思うんだぜ。複数のバブアー製品を持っていたら、1着はオイルを再度塗ったりしてオイルドジャケットを楽しみ、もう1着は完全にオイルを経年変化で取り切ってミリタリー感あふれる服として楽しむ、なんてことができるね。服は生きているんだぜ。あ、その通りだマリサよ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。